入り認証、作成年月日、指名年齢大島忠志、当32歳、入り年月日、昭和40年4月20日、身長1メートル60、角顔、眉太い。감독 이마무라 쇼헤이는 한 실종자의 뒤를 쫓는 다큐멘터리 프로젝트를 시작합니다. 실종자의 이름은 오시마 다다시. 私も何にもかにも知ってるつもりでいましたけど、やっぱり知らない面もあったんですね。余震に黙ってですね、預金を下げてしまったね。何かしても3万円足らずになってしまったんで。本人グズですから、それを嫌ってですね、失踪したんじゃないかな。自分の心の負担にも随分あるんじゃないですか、ね。お姉さんは芳恵さんの映画出演についてどうお考えですか。芳恵がそのことに、映画に出るっていうことに対してね、大島さんのことを踏ん切れたらと。心の踏ん切りがつけばそれでいいじゃないかと思って賛成したんですが、大島君がいなくなってから1年半。그와결혼을약속했던약혼녀하야카와요시에도이프로젝트에합류합니다。どんなに走り回ってもどうにもならなかったし、でも彼がいなくなった原因がはっきりすれば、あるいは自分の気持ちが吹っ切れるんじゃないかっていう気持ち。大島君今も愛してる。やっぱり忘れきれないっていうことは愛情が残ってるんだと思うんですけど。お宅の親戚のね、女の方で、でもそのね、謎が解けないと帰ってこないから、いくら気付くしても、そういう女の霊がね、あの本人の霊が増えてくるもんだから。실종자오시마의고향을찾아간촬영팀。今、すげえ、今、あの人がいました。なるほどなと。まあ、多少でいるってことは分かってんだよね。マスさんが、あのいくらか助けてあげたような話、お母さんで伺ったんですけどね。はどれぐらい。私は10万出したんです。その時は1万5000円でしょ。そうなんですね。あ、結婚、翌年結婚するあれもありましたから、出さない方が本当はね。まあ、大島君自身は憧れて東京に出て行ったんだろうけれどもね。都会へ飛び出してきた田舎のそういうついてない少年たちが、ここらも大方そうだけども、都会の中小企業に吸収されていく場合が多いね。そうですね。田舎から飛び出してきて1年かそこらの間ことにね、非常にその寂しいでしょうしね。직장동료들의평은대체적으로부정적입니다。だから、お母さんの方が。ええ、結局まあ30になっても子供扱いのままだったからね。酒は飲むし、でも彼の場合はもう金持ってるともあるだけ使っちゃうような性分ですからね。女性関係って言えばですね、それと一緒、あの一回結婚。오시마는여자관계도복잡했던사람이었던것같습니다。親切で気の弱い人でした。もう見込みもそういう人見せのない人だから。彼によって妊娠したことは確実なの。え、それは確実だ。いやー、その時もですね。あのどうすんだか詰め寄ったんですよね、曖昧な返事なんですよね、あんたからもう後は請求しないからそれだけは出してくれってね。いや、ママさんが大島さんに敷かれていて、大島さんがまたその別の女の子に移ったみたいな、なんか三角関係みたいだったですね。大したもんですよ。だからね、好かれるんですよね。二人で飲んでる時にね、よく飲んでる。え、お二人でよく飲んでる。やっぱりお客さんだしね、気分がね、いい人だったから。女の人連れてきたことありますか。ありますよ。誰だ。キミちゃんっていうのかしらね、なんか一緒になる人だから紹介するよ。大島さんの方が少し相愛なのか。大島さんの方がいくらかと冷たくなったようなとこがあったとか、そういう、そうですね、キミちゃんに他の彼ができたってことじゃないですか。うちによく見える小沢さんという人です。だいたい小沢さんと大島君のことは全然知らなかったんですよ。大島君でしたね、それは気持ちの上のこだわりはあったかもしれないけども、でも僕手引いたんです。僕の感じたのはどっちもこうなんか振り回されてたっていうような感じじゃないですかね。약혼녀요시에는오시마의전여친김이꼬를만난자리에서적대적인감정을그대로드러냅니다。女って同時に二人の男を愛せるもの？오시마さんより小沢さんの方が良くなったってこと？大きい会社に勤めてるし、大学卒業してるし、
あの将来のことだってね。だけどあなた大島さんと結婚する気でいたんでしょ。指輪まで作ってたのね。すごく幼稚に見えたんです。なんか奥さんたちに言われると何でもハイハイ言っていることが。怒らないでね。あなたが妊娠したって噂も聞いてるの。結婚するまでは絶対にそういう関係持たないって。私は嘘だってそういうことはないって言ったら私の立場も信用できますか。わからないわ男の人は。私それだけを突き止めに大島さんにお会いしたいですね。私も。会津若松が最後なんでしょ。大島が마지막으로목격되었던출장지아지와카마츠로떠나는촬영팀。一緒に飲んだことは度々あります。あ、モデルなもん、これは。お料理モデルだから。いや、ね、一緒になるんだなって言ったことあったけどね。モテるんだ。おとなしいから。かぐがり見て、こう、さっとこうやってね。おしゃれ。おしゃれですよ。いや、人は、バリアに危ないんだ。なんか寂しかったかしら。もう今考えてみて、ちょっと寂しかったかしら。要するにちょっと捜査映画みたいなね、ことにちょっとなりすぎてたんじゃないかっていうね。점점수사형사처럼변해가는촬영팀은경찰서에서오시마를닮은익사자를발견합니다。だいたい1週間ぐらいでこの辺りでちょうどネズミ色みたいなの。ジューシャーじゃな。腹巻きの人。약혼녀요시에관한오시마의속마음도점점드러납니다。当分の間は結婚したくないって言ってるんですかね。その時はもうすでに婚約費、あの式の。なんか田舎へ行ってきたとか言ってましたね。なんかお姉さんがその市長の二号さんだっていうことを知らなかったと、なんか僕は裏切られたっていうか騙されたような気がしてね、結婚っていうことをちょっと考えたくないっていうようなことははっきり言ってたんですよね。婚約者の姉さんがどなたかの二号さんだ。요시에와오시마사이에갑자기끼어든언니사요의이야기。영화는예상치못했던쪽으로방향을바꿉니다。세한자로되나긴센티라문제네。네。そういうことなんですか。それは。だけれどもどうして大島さんがそれをあれしてましたでしょうね。どこの誰ですか。そんな。だけどそれがお金につながるかどうか今はそう聞いてるけどね。大島さんが知っていることはあなた自身も知って。知ってるということだよね。それなぜあなた知らなかった。食事に出かけましょうかって言うんで出かけに大島さんにぶつかったことはあります。だってソファーべったりくっついてるんだもん。しょうがない。そういう雰囲気が好きですからね。こっちの方がちょっと悲願じゃったんだな。さあどうぞさあどうぞって言っちゃうから私の場所がなかったの。ほんとはっきりしたこと言うとそうよ。しょうがないから私が横向いてテレビ見て旦那さんじゃないでしょって言いたいこといっぱいあったわ。とにかく普段一人でいるから人が来るとなんて言うんでしょうね、一緒にいたいみたいな気持ちあるのかな、はい、そうですね。今だっても現にねどっか人の目につかないとこで、まあ、自分たちなりに幸せに暮らしてるかもしれない。随分薄情かもしれないけども、うん、大島さんの方のそういうことも心配する、うん、でもみんながいなかったら叩いちゃうわ。언니를향한요시의속마음과드러나기시작하는언니사요의과거。고등학교때からね、あそこの疎開してる頃からとにかくね、もう姉さんだと思わないようなそのなんかぶったりきったりしたことあるんですよ。子供の時に喧嘩しますでしょ。私にこう噛みつくんですよね。それこそ血が滲むまで話さないんですよ。不潔感があるのよ。不潔感って噛んだならないと寝たことないの。胸が触れるとすごく嫌だったのよ。なんかブヨンブヨンとね嫌だったの覚えてる。早川家の家柄というものは士族だというふうに伺っておりますが、よく死んだお姉さんが言った、あんたはお母さんにそっくりねえとこのだらしのないとこなんてそっくりだよなんてよく言われて、せめて吉井さんがねお姉さんぐらいの気持ちがあったらなとはそれは言っておりましたです。さよちゃんは養女にもらわれて置屋さんへ行ったわけです。はい、はい、それをよっちゃんがとっても嫌っておりました、はあ、自分の兄弟の悪い目は見せたくないっていうあれでね。それが二十歳か21の頃ですね。そうです。だからまあ自分がね、はい、芸者になってみたいと。自分からそうおっしゃったわけですか。そうです。ただまあみんなの迷惑にならないように行きたいと、こういう思いだけだったけど、はあ、かわいそうなもんだよ。無理に芸者になったようなもんだからね。あの子私たち無理だって言ってたのよ。どだいあの子芸者にするのは無理だよ。やっても足んないからこっち来て手伝ったらいいだろう。言うんでこっち呼んだわけです。ユーグラってのはバーですか。そうですよ。ユーグラはこのよそへ売れたもんで、まあしょうがないから自動車の運転手でもね運転して、まあ現在ではもう丸2年半以上になりますから。
元のお約束はあなたは果たしたいというふうに思う。ただ私自身に返してほし帰ってきてほしいということではなくて、제작진은실종자를찾기위해본격적인언론홍보를시작합니다。今村監督の申し出を受けられたのはですね、ただ単に彼を探したいということだけからですかね。요시의이야기가세상에알려지기시작한즈음정작요시의마음은다른곳에가있습니다なったんだと思うんですよ。この仕事に入る前まではその忘れるなんてことは絶対できないと思ってたのに、過去の人みたいな 気がしてるんだけど、あなたは僕のことを何ですか。分かんないけど最初は寂しかったんだろうと。吉島君ともちょっと違うんですけど、それはあなた以上好きな人って今んとこはないわ。今んとこね。小島君元気ですか。死んだの。そうです。でいつ頃からあんた。それじゃ3ヶ月ほど前です。自殺ですか、他殺ですか。あなた大島君これほど言っているのがわからないんですか。이제영화의방향은사요와오시마의관계에포커스를맞춥니다。1週間に1편ずつはね、頭よりに来たんで。ちょっと2号さんのような感じ。たまにね。このね、俺はね、記憶があるのはね、この眉の太いのね、この方とね、一緒に歩ってるところを見た。もう3回目か4回目ですよね。うちの人と兄弟のね。あ、この人見ない。この人見たことない。全然見たことない。一緒に歩ってるのはこの人じゃないですね。違う、こっちの人。間違いないですか。間違いないですね。ああそういうムードってよりね、なんとか二人が真剣な態度だったね。姉が毒殺、ごめん、毒殺はちゃんと知っているでしょ。婚約者は妹さんの方だったでしょ。でも姉の方とは出てくるよって。しかしなんで殺したんですかね。自分のものにならんから。シャルピラーズどこで殺した。언니사요를향한의심은점점더커가지만정작사요는모든걸부인하고나섭니다。오카니이루타다시사니전화를요크かけた1回もかけたことないわ。1回も1回もないわよ。だけど交換士の子が知ってるって言うんだけど。大島君に女の人から電話かかってきたってことなかったかな。何回かありました。その女の人はどこからかかってきました。神田の藤子からだと思ってました。その人の名前は分かりますか。確か早川さんとおっしゃいましたけれど。今の私の声なんですけど、その時の電話の声とは全く違います。違います、はい、じゃあもう一回聞いてみよう。他の声。そうですね。明日午後からちょっと出かけちゃいますもの。立ってもなんですが、この声に覚えありますか。覚えあります。誰か分かる。私の聞いた早川さんです。交換士が覚えてるっていうことはしょっちゅうかけてたっていうことになるでしょ。だけどそんなこと疑われるなんてちょっと心外よ。私がいない時にサハラビルへ来た。来たことない。昼間な。サハラビルから出てくるの 2,3 回見てる人がいるんだ。でも訪ねてきたかどうかは知らないけれど。それは私が。どうしてあんたがそういうふうに私のことを言うのか知らないけどさ。確実に、あそこの弟屋さんっていう魚屋知ってるわね。あそこでいつも買ってるんでしょ。あまりにもみんなちゃちゃの方に向かって指さしてることになるのよね。こういうふうに。だけど私全然覚えがないもん。その言った人たちに私実際会ってみたいわ。彼がいなくなったことになんか心当たりがあるんじゃないかと思ったんだけど。そうあんたみたいにね、何もかもね、人を疑ってみちゃいけないわよ。だけど疑われるなんて随分心外よね。うちの前よく通ってたのあれですからね。それで僕の顔には見覚え、覚えっていう予感、覚え、なんていうのかな、記憶にない、はい、絶対もう一度買いに来たお客さんの顔ってのは忘れないですよ、商売が、うん、その次はお宅と二人で会ってる、並んで歩ってるところを僕がすれ違う。鈴竹さんって知ってます。金山さんよりちょっと先の。こっちに全然覚えがないことなんだけど、まあたとえ出入りの人が来たとしてもそんなとこ一緒に歩く必要ないですから。3回もあったっていうのがね、不思議ですね。3回まではそんなに探してんならば、というわけで結局こういうことになって。確かに私だって、確かに相手が大島さんだって言われるのも、まあ、不思議ですよね、私からしてみれば。でも監督、真実って何でしょう。わからないです。セット飛ばせ。僕にも真実ってものは何が何だか分かんないけど、これも一つの真実だとは思ってる。多分部屋としての実感があったでしょう。これは撮影所ってものの中のステージの中のセットでしかない。実感なんてものはあんまり信用できないですよね。これはフィクションなんです。
결국 이마무라 감독은 진실을 향한 추적을 멈추기로 합니다. 요시에가 언니 사요와 함께 살던 동네 관련자들이 모두 모입니다. 하지만 각자의 주장이 서로 부딪히기를 반복할 뿐 진실이 무엇인지는 아무도 알 수 없습니다. 다큐멘터리 또한 픽션 드라마 못지않게 진실과 관계없이 만든 이의 의도에 따라 관객들의 마음을 얼마든지 유도할 수 있다는 걸 증명한 실험적 작품 인간 실종이었습니다. 뭐終わりね. 영화가 끝났다. 하지만 현실은 終わらない. 일본 사회 내면의 어두운 이야기들을 소재로 하는 25편의 필모그래피를 통해 일본을 대표하는 명감독으로 세계적인 명성을 얻은 이마무라 쇼헤이 감독은 아시아 감독으론 유일하게 나라야마 부식코와 우나기로 깐느 국제영화제에서 두 번이나 황금종려상을 수상한 바 있습니다. 이 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 저는 변두리였습니다.